移籍オファー久保、竹房に関心のリバプール、久保の価格高すぎの声。久保の契約解除金は6000万ユーロ約101億4000万円に設定されているが、当面はサラーの控えとなる選手に大金を投じることが疑問視されている。A メディア、ソシエダは6000万ユーロを下回る金額で選手を売却するつもりない。リバプールは若手に、それほどの金額を費やすことを好まないかもしれないと報じた。リバプールにしてもスパーズにしてもいまいちリアリティのない報道ですね。プレミアリーグで争奪戦が起きているような報道ですが、実際はトッテナムにしても契約解除金を下回るオファーでとても本気で獲得したいと思っているとは思えません。久保は昨シーズン序盤の勢いをシーズン最後まで継続する、 PL でチームを勝たせる活躍をすることがビッグクラブへ行くための課題だろう。久保のプレースタイルは得点するというよりアシスト役だと思うので、リバプールの期待するような選手ではない。リバプールへの移籍は可能性としてはかなり低い部類のものだと思う。リバポはサラーが残留決めたので久保はないと思います。高いお金出してサブ買います。久保は悪く言われる筋はない。サラーと同じゴールゲッターとして見る方がおかしい。ビッグ6で一番合うのはアーセナルでしょ。サカとウデボールの控えになるけどね。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。